ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今回何をするかなんですが、今回は超大規模な戦争をシミュレーションすることができるエピックバトルシミュレーターというソフトで遊んでいきます。どんなソフトかっていうと、いろんなユニットがいるんですけど、これらをですね、別々のチームに布陣して戦い合わせることができるソフトになります。ちょっと見てみようか。はい、戦闘開始。さあ行け。これはドワーフ対騎士の戦いになります。これどう考えても騎士が勝つだろうって思ってたら、なんかドワーフが圧勝してしまったんだけど、ドワーフ強えなおい鎧の騎士がこんな上半身半分裸みたいなやつらにボコボコにされたんだけどっていうソフトになっております。で、こうやってバトルシミュレーションすることができるソフトって今までにもあったんですよ。ただ今回のソフトのこの特徴っていうのがですね、なんと超大規模な戦闘をシミュレーションできるということらしいんで、とりあえず、ちょっと8万人ぐらい置いてみようかこれ全部ですね、剣士です。こっちには多くの剣士を置いてみましょう。こちら6万ぐらい。はい、人間8万対多く6万。もうなんかアリみたいにしか見えないけど豆粒なんか黒ゴマみたいに見えるんだけど、これ寄ると分かるんですが、全て剣士になっています。もうすごいさあ、人間8万対多く6万、どっちが勝つのか。超大規模な回戦が始まります。ゴー。さあ動き始めました。いけー、すげえ8万の軍隊が、あ、ちゃんと部隊ごとに分かれてるんですね、これね。いいぞ。で、地形的にちょっと狭くなってるところがあるから、ここを通っていかないといけないんだね。迫力がやばい。ちなみにこれユニット1人を操作することもできるんですよね。ちょっと僕もこの兵士になってね、行きましょう。行けー、乗り込めー怖すぎるんだよな実際の戦争参加するとこんな感じなんだな。相手6万のオーク軍、さあ戦うぞ。どりゃー、よいしょ。もう血みどろなんだけどうりゃー、うわー、やられるやられるんだ、死んだ。あっさり死んでしまいました。人の命ってのは軽いな。はい、というわけで8万対6万、ついに当たり始めました。どうなってるんだ前線は。ものすごい激戦ですね。ちなみに今ですね、人類側が、1500人ぐらい、オーク側が、4000人ぐらい死んでますね。人類側の方が有利ですね。いいぞいいぞ、何がいいのか分かんないけど引きで見るとこんな感じです。あ、こっちがかなり人間の方が押してるんだな。もうオーク、こっちが絶滅しそうです。あ、なんか挟み込まれてやられてるじゃないか。こっちは当たってて、あ、こっちでも当たってるんだね。ここが前線だ。こんだけいると前に出れない右往左往する。後ろで待機してるやつらもやっぱいるんだね。まあ、そりゃそうだよな。8万対6万で8万人が同時に殴れることはないですからね。普通に考えて陣形を乱さず戦っている。壮大なゲームだな。まだ奥にあんだけいるんだぞ。大丈夫か、オーク軍。オーク軍がちょっと奥の方に入り込もうとしてますね、向こうの方で。いいぞ、後ろの待機してる兵隊に取り付いたようです。ちょっと有利になってきたか。どうなんだ、引きで見てみよう。こんな感じですね。刺して有利には見えないなもう規模がでかすぎて。あ、こっち側の奥軍が全滅しています。もうダメだ、もう生き残りは少ない。よし、ちょっと早送りして、ね、様子を見守ってみましょう。はい、これが、3倍速になります。バーッと戦っていますすごい悲鳴が聞こえる。これも敵に攻撃されて死んだんじゃなくて、押されて潰されて圧死した人とかもいそうだよなこうなっちゃうと。あ、いやいや、勢いは多くの方があるな。勢いは多くの方があるけど、あー、そうでもないな、そうでもないな。やはり数の前には勝てない感じだ。うわー、ついに後ろで待機してた多く軍が前に出てきましたね。いいぞはい、ただですね、もうオーク軍半分死にました。もう残り1万8000。左上に数が書いてあるんだけど、人類側は1万5000しか死んでいないんですが、オーク軍はもう2万3000人死んでいます。実際の戦争だとこれぐらい死んだらもう撤退するんですよ。もう勝ち目なしって意味で、このゲームに撤退の2文字はないので、あの、全滅するまで戦います6万人全員死ぬまで戦い続けるもう狂った集団すぎるイカれてる、相当イカれてるんだけど、まあ、人間じゃなくてオークだからな、そういうもんなのかもしれない。
人類がまだまだ後ろにこんだけいるんだよな。もう勝てようはずがない。あ、正面ももうほとんど型がついてしまったな。多く残り少ない。ここが最後の戦場になります。なんかちょっと睨み合いしてるな。あー、当たり始めた。戦え。物量頼みとかずるいぞ人類軍。あ、なんかここに隠し部隊がいた。これが最後かひょっとして。弱いな多く。はい、というわけで人類側の勝利に終わりました。というわけでこんな感じでざっくり海戦を楽しむことができるんですが、で今回はこのユニットたちの中にオーガっていう、こうもう見たからに恐ろしいモンスターが実は存在するんですね。こんな感じで人間をものともしない超凶悪なモンスターなんですが、このオーガをですね1000体並べて果たしてどうすれば人類は勝利できるのかっていうのを、試していこうと思います。オーガ1000体こんな感じですね。もう1体であれだったのに1000いるとすごいな。じゃあまずは相手1000体なんで、2000人の剣士を並べてみましょう。さっきねオークにはあっさり勝ったんで結構いけるんじゃないかと思います。2倍いればな。さあ行きます。さあ行け。さあ人類を脅かすオーガを倒すのだ。戦闘の一人になってちょっと挑んでみましょう。いけー。もう絶対こんな戦参加したくないけどな。さあ戦え。はい、届いてない。剣が漏れ、食らえ。全然効いてねー。全然攻撃が効いてない。うわー、死んだ。もう一撃で6人ぐらい吹き飛ばされてるから。ダメだ、オーガが強すぎる。ちょっと全然2000じゃ効かなかったですね。はい、というわけで、もう少しですね人類側増やしてみようと思います。今2000人でダメだったんで今回は、5100人、剣士用意してみました。さあ数は力だ、いけるだろう。さあいけ。この頭丸そうな集団を倒すんだ。すごいな。なんか後ろから見てるとモンスターの親玉になった気分ですね。さあ人類を滅ぼすのだみたいな。さあ今回は数が違うんでこうやってちょっとサイドからも取り囲みつつ攻撃できるはずです。いいぞ。やられてもまだまだ代わりはいるからな。なんかあんまり殴れてないんじゃないかこれ。今ですね人類側2000人殺されています。でオーガ側まだ10人しか死んでない。あまりにも振りすぎる。ちょっと無理か。オーガですね50体しか倒せずに、人類側全滅の危機です。全滅するなこれな。はい、というわけであっさり全滅してしまいました。ん？あ、まだ人類の生き残りが閉じ込められてる。おい、どうするんだみたいな。もう地獄。はい、殺しました。というわけで、人類5000人用意したんですが、それでも勝つことは叶いませんでした。これですね、なんでかっていうと、結局、一度に交戦状態に入れるユニットって数が限られてるんですよ。だから前から順番に殺されていったんですよ。というわけでですね、こんなユニット用意してきました。これですね、左側に書いてある通り、ボーマン、アーチャーです。今回は最強のアーチャー部隊で、戦ってみようと思います。今剣士5000体だったんで今回はですねアーチャー5000体で戦ってみようと思います。これなら一番後ろの兵だって矢が届きさえすれば攻撃することができるはずなんでちょっと結果変わるんじゃないかと思います。さあ行くぞ。さあ行け。アーチャー隊出撃だ。さあ来るぞ来るぞ。そろそろ弓打った方がいいんじゃないの。いけんの。来た、撃て。うわすげえ。すごいぞ。あ、結構倒せてる倒せてる。もう30ぐらい倒せてるぞ。いいぞ。あんまりまずい。そろそろ近づかれる。やれんのか。いいぞ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 。誤射するんじゃないぞ。食いつかれたけど結構いい感じです。あ、これ人類が勝つかもしれん。やっぱ強いな。後ろでつまらないっていうだけで強いな。前の方ではどんどん死んでいってるけど、あーでも微妙か。微妙にもう食いつかれて半分殺されちまってる。やっぱ近寄られるとまずい。そろそろ逃げた方がいいんじゃねえのか。まずい。左サイドが完全に崩壊している。もうダメだ。もうダメだお前ら。俺は逃げる。じゃあな仲間たちが
仲間たちが戦ってる。ヘッドショットしてるけど全然ダメージが入りません。やばい、囲まれつつあるぞ。まずい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 。味方がもういない。逃げようぜ、撤退しようぜ。でも後ろには俺たちの家族や仲間がいるんだよな。そんな下落ちゃねえよ。ほら味方撃って。やべえ、もう20人ぐらいしか残ってない。許してくれ。ダメだ、もうダメだ。よし逃げよう、もう無理だ、逃げよう。お、許されたか、ひょっとして。ほら最後の一人死ね。はい、というわけでまたしても大賀軍に負けてしまいました。ただアーチャー隊ならいけそうっていうことが分かったぞ。数は力だろう。でちょっと場所が悪かったっていうのもあると思うんですよね、これ。はい、というわけで今回はアーチャー1万人用意してきました。今のさらに2倍です。これなら負けるわけがないよな。さらにですね、少し地形後ろで戦うことにしてみました。これならうまいことですね、地形を使って戦ってくれるんじゃないかと思うんですよ。この高台から弓を撃てば狭いところで戦った方が絶対有利なんですよ、これ。はい、戦いが始まりました。そう、ここから撃っちゃえば、高台から弓撃っちゃえば。さあどうなる。ものすごい1万本の矢が飛んできてるからな。あ、ダメだ、全然取り付けないで死んでいく。いいぞ。なんか豚足みたいに見えるな、オーガの死体が。はい、1万人増やしたところですね、逆に今度はほとんど損害なく人類側が勝ってしまいました。じゃ今回はモンスターの中で一番強いデーモンロードを用意してみようと思います。その数5000。これなら人類にも勝てるんじゃないのか。デーモンロード、デーモンの王、王なのに5000もいるっていう。これは正直人類危ないと思います。まあ10万いるからな、でもな。どうなんだろうな、多分オーガの時よりは取り付けると思うんですよ、これなら。とんでもない闇の軍団だな。でこっちをなんか応援してしまうな、数の暴力の前には。さあ行くぞ。足おっせえな、こいつら。足が遅い。さあ行くぞ、人類はあそこにいるぞ。これめちゃくちゃ矢の的になるんじゃないか、大丈夫か。ただ HP が2万あるんで、オーガの何倍だ、オーガの何倍かあるんで、かなりいけるんじゃないかなと思っているんですが、で簡単にはやられんぞ。さあ来るぞ来るぞ、そろそろ矢が飛んでくるぞ。気をつけろよお前ら、羽が完全に邪魔なんだけど、羽矢が刺さるだけだぞこんなの。いてて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 、いて、めちゃくちゃいて、避けれない、足が遅くて。飛べよ。なんで飛ばねえ、その羽は飾りか。よし、味方を盾にしてもうすぐ取り付けそうだ。いいぞいいぞ、さあ殴れ。うわー、よし、ついたぞ。よし、来た、殴れ殴れ。いや、もう矢のせいでわけわかんねえ。いいぞいいぞいいぞ、よし、内部に侵入したぞ、内部に侵入したぞ。あー、死んだ。あ、でも悪くないんじゃないか、今回は結構侵略できている感じがするぞ。さすがデーモンタフ。だけど矢が10万本飛んでくる。ちなみに今デーモン300死んで、人類1万人殺してます。いいぞ。どっかでめちゃくちゃ有利なとこがあるな。あ、こっちだ、こっちが完全に食い破られてるんだ。さすがに10万本矢打っても厳しかったようだな。こっちはめちゃくちゃ人類の方が有利な感じだな。だけど死体見てください、これ、このおびただしい死体の山、全部人類が破れたってことですよ。意外に人類健闘してるな、これ。まずいぞ、蜂の巣にされてるぞこっち。まずいってどっちの応援してんだよって話だけど。すげえ。よくこれで動くな、このゲーム。そして意外とめちゃくちゃいい勝負なのかもしれない。向こうは人類が負けて、こっちは人類が勝ってるのか。あ、こっちサイド人類滅亡しました。全員殺されてる。あとこんだけしか生きてないのか。こうして見るとデーモンめちゃくちゃでかいな。怖っ、怖すぎ。こんなのと戦った、恐ろしい。10万人用途、もう3万人しか生きてないからな、かなり苦しいよな。とどめを刺しきれなくなってきてる。でまだこんだけいるんだけどね。ほら
食らえ、いいぞ完全に内部に侵入しました。もう人類の負け決まったんだよいていて、矢が飛んでくる、矢が飛んでくる。もっともっと内部に侵入しよう。ちょっと後ろ通りますよちょっとこの辺行くぞ、おらやばい、死んじゃう、そろそろ気持ちいいように死んでいくぞ、人間どもがああ死んださすがに許されなかったか。さあでも残る人類1万2000人まで来ました。もうあとわずかだ。あの高台にいる人類で全てだ。もうこの状況になってさ、目の前にデーモンいるのに奥に矢撃ってる、あの指示に従ってしっかり、偉いよなもう恐れる心がないこいつらには素晴らしいけど全滅するんだけどなその無能な指揮官のせいでなあーついにこの細道も奪われてしまった。もうおしまいだ。はい、そしてですね、ついに数が逆転しました。もう人類の勝ちはありません。もうなんとですね、10万人いたんですが、残り1200人しか生き残っておりません。もうダメだもう逃げた方がいいぞ今更だけど逃げ切れないと思うけど、あー崖に追い詰められて殺して落とされてるなんてむごい。はい、というわけで最強ユニットデーモン5000体人類10万はデーモンの勝利に終わりました。いくら数は力といえどもさすがにこれにはかなわなかったようです。はい、というわけで今日は超大人数でのバトルシミュレーターを遊ぶことができる EFBS をお送りしました。いかがでしたでしょうか。いや、かなりね、遊び応えがあるゲームだなと思いました。あの10万本の矢の数の暴力かなり面白かったです多分まだまだねユニット増えていくと思うんで、今後に期待しましょう。というわけで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。